しました。そしてラインの3番手6番の小坂勇、左手赤番刑事で4番の星名が3番の島田を抑えようと進出開始、一旦踏んだ3番の島田はバックを踏みまして関東ラインを送り出していきました。前と後ろ入れ替わりまして主導権4番の星名、しかしジャン前のバックストレッチでまた巻き返して3番の島田主導権をつかみ返しまして残り1周半切りました。追走には1番の桂馬と5番の鈴刑事ぴったり続きまして4番手サイド戻りました4番の星名、関東ラインの巻き返しはどうでしょうか。最終フォームに帰ってきまして先頭3番の島田茂樹ラストスパートに入りまして最終周回へ、前の3人からやや車間を詰めていく4番の星名啓太、しかし完全にペースを掴んでいった3番の島田、車間を切り始める1番の桂馬、さらには5番の鈴木英治、4番星名啓太まだ4番手、最終バックを通過しました。先頭は3番の島田、余裕十分は1番の桂馬、さらに5番の鈴木英治の外から4番の星名が踏み込んで内を突くのは2番の橋口、さあ前は3番の島田、島田が1番の桂馬雅彦並んだ、後輪